血液型。血液型とは、血球の表面、または内部にある血液型物質、抗原の有無によってつける個人の区別であり、人の血清学的体質、血液の個人性、個人を血清学的に識別する方法とも言える。血液型は初め血液の型として出発してきたが、その後の研究によって、血液以外、他の体液や細胞、 毛髪のように生きていない組織もにも分布する特徴であることが分かっており、内容的にその意義が著しく広くなっているため、慣習的に今でも血液型と呼んでいるが、厳密には今日の観点では不適当になってきている。蒸気のように抗体と抗原による反応を見るため、血液の成分が違っても判定は可能で、一種動物はもちろん血液のない細菌にも、 血液型は存在する。抗原は数百種類が知られており、その組み合わせによって決まる血液型は膨大な数、数兆通り以上という説もありになる。世界を探しても、一卵性ソーセージでもない限り自分と完全に同じ、血液型を手いる人はいないとすら言われる。この性質を利用して、畜産、特にサラブレッド生産の分野において、 血液型が親子関係の証明に使われていた。現在は、直接 DNA を鑑定する手法が用いられる。輸血をする場合、AB 用式血液型など一部の分類は、自然抗体が形成され、型違いの血液を混ぜると、凝集や溶血が起きるため、型合わせする必要がある。また、血液型によって、凝集や溶血反応はそれぞれである。また、 70万人に1人程度と言われている、低確率で1人の人間が、複数の血液型を持っている場合は、血液型キメラと呼ばれる、例、A 型99%、AB 型0.1%等、詳しくは、キメラの項を参照。血液型と性格との関連性には、科学的根拠がないと言われている、赤血球の抗原をもとに発見された方、本項では、 ボンベイ型に関わるため便宜上、HH 式血液型にも触れる。赤血球による血液型の分類法の一種。1900年から1910年頃にかけて発見された分類法で最初の血液型分類である。HH 式血液型は1932年に発見され、ABO 式血液型の元になる H 物質イコールフコースが抗原。 これがない場合、H 型は、ボンベイ型になり、A 型や B 型の遺伝子を持っていても、A 抗原や B 抗原が赤血球結合できなくなる。赤血球膜の抗原による分類法。1940年頃から明らかにされた。現在は40種以上の抗原が発見されている。そのうち主要なものは、C 対、CD 対、DE 対 E の3対6種類の因子で、 その中でも、特に強い反応をする D 抗原の有無についての、情報を陽性、陰性として表示することが、最も多い。すなわち、RH-D 抗原陽性と、RH-D 抗原陰性である。なお、抗原 D は、抗原 D があれば、大文字 D、なければ小文字 D の表現型。になるため、D と D 双方の遺伝子を持つ場合は、普通に、 D 抗原が作られるので完全に優勢遺伝をする。遺伝子が DD でも DD でも型、DD のみ、D 型が C や E の場合は、C、E という種類の抗原があると大文字、C、E という抗原があると小文字の表現型になるので、両方の遺伝子を持つと不完全優勢遺伝をして、遺伝子型が CC と CC と CC、EE、e、と A と A で、 それぞれ表現型が異なるため CC や A という表現型になる。このため、基本6因子だけでも18通りの血液型がある。RH- 型の人に RH 型の血液を輸血すると、血液の凝集、溶血などのショックを起こす可能性がある。RH- 型の女性が RH 型の胎児を妊娠することが2回以上になると病気。 流産の原因となることが日本人の99.5%は RH である。MN 式は1927年ランド・シュタイナーとデビンによって、ウサギを免疫して得られた血清より抗体が発見され、抗 M、抗 N との反応で、表現型は MMNN の3通りに分けられ、この血液型は遺伝するが、ABO の遺伝子と異なり M 遺伝子と N 遺伝子に、 優劣はなく、両方ある場合は MN 型となる。一方、SS 型は1947年に、ワルシュとモントゴメリーラによって、大文字 S 抗体、1951年に、レビンにより、小文字 S 抗体が新生児溶血性疾患の子供を持つ女性や、頻繁に輸血を受けて、副作用を起こした患者の血清中に発見された、表現型は SSSS SS の3通りに分けられる。 白人190人で調べたところ S 因子は M 因子に明確な相関性があり S 陽性の比率が M 型は73.4%なのに対し MN 型は 54.1%N 型は32.3%となる後に本来は別々の血液型だが遺伝子の位置が染色体上で近く見かけ上一緒に遺伝することが分かったため現在は 一緒に扱うようになっている。ABO 式と異なり MN 式の抗体は体温で反応しにくいため輸血時に問題を起こしにくいが稀に抗 M 抗体が不適合妊娠、輸血時に問題を起こす場合があることと一緒に持っている SS 式抗体はもともと新生児、溶血性疾患の子供を持つ女性や頻繁に輸血を受けて副作用を起こした患者の血清中に発見された。 ことからもわかるように、自然交代ではないが問題を起こす。便宜上関係のあるグロボサイド式血液型についてもここで触れる。また古い資料によっては、旧式血液型の名前で詳しく載っているものもあるのでそれも説明する。1927年にランドシュタイナーらによって、馬の結成より抗体が発見された方で、表現型は P、P、P。 p, p とあり、p 型イコール、p 抗原と p 抗原、p 型イコール、p 抗原 p、p 型イコール、p 抗原と p 抗原、p 型イコール、p 抗原、p 型イコール抗原なしという組み合わせだが、p と p いずれも、基地は本来は、グロボサイド式血液型による型で、こちらの遺伝子を持っていないと、p 抗原が完成されず不完全な p 抗原ができてしまうため、 p 抗原を異物として自然抗体を持つようになる。このため本来の p 式は大半の人に当てはまるコーピー抗体に反応する p 型、日本人の35%かしない p 型、同65%であり、このため表現形を p イコール p, p 対イコール p と書く場合もある。旧式は um 型とも呼ばれ1935年に 日本の今村昭一が豚の血清から抗体を発見し、豚血清の抗体に反応する、この抗原を Q と名付け、Q 抗原を有する血球を大文字の Q 型、持たぬ血球を小文字の Q 型としたが、P と Q の抗体は同じものであるという指摘が1968年には、すでにされており、現在は先に発見された P 式にまとめられている P イコール Q。 p イコール9になる。遺伝的には p q が優勢遺伝する pp 遺伝子の表記型は p になるイコール QQ 遺伝子型は Q 型になるため p q 型が片方でも親にいる場合は両方の型が生まれる可能性があるが p Q 型同士の子供は基本的に p Q 型になる。p 型のコピー交代は 体温では反応しにくいため通常は輸血時に問題は生じないが支援型輸血副作用を招いた例があるほか他の方 P、P、P は多数派の P 型や P 型の輸血で不適合問題を起こす。キャレンダーアートレースによって1946年美満性、後半性オオカミソウの患者の血液から抗体を発見される。 この患者は何度も輸血を受けていたが、既存血液型と無関係の反応であったためこう、ルゼラン抗体と呼ばれるようになり、抗体に反応するものを、ル、反応しないものを、ルとしたが、1956年、カットブッシュなどによってに、ル内でも別の抗体、後のコール抗体に反応する人がいたため、抗原が2種類あることが判明する。このため当初は、ルが、 ルに対し優勢遺伝する、イコールル型は、ル抗原がない型で一つでもあればル型になると考えられていたが、その後の調べで、AB 様式の A 型と B 型のように複数の抗原があるため、表現型は、る AB マイナス、ル、AB、ル、AB、ル、AB マイナスと4通りに分けられるようになった。日本人ではほぼ100%が、る AB で、ごく少数。 1%, 1以下がある A、B マイナスだが、類電子は未発見。便宜上関係のある KX 式血液型とジャービッチ式血液型についても触れる。クームスラによって1946年にケラッヘルという一児を生んだ女性の血液中に抗体、コーケル抗体を発見される。コーケル抗体で凝集される血球を K、もしくは大文字 K、 凝集されない結球を、K、もしくは、小文字 K として表し、K は K に対し優勢遺伝するため表現型の、K は、KK と KK が存在するが、K マイナスは、KK のみとなる。日本人では、K 遺伝子は、未発見でほぼ全員が K、K マイナスである。KX 式は1975年に発見された、X 染色体上に遺伝子があり。 ケル式は7番染色体、ケル抗原の元になる、KX 物質、赤血球と白血球上にあるを抗原とする血液型で、KX 抗原の欠落を起こした、マクラウド型では、ケル関係抗原の減少に加え、赤血球や白血球の機能不全や低下が起きる。ジャービッチ式は1960年に発見された型で、大半の人の抗原は、 GE2GE3GE4 だが GE2 と GE3 がない人 GE4 はあってもなくても良い和傾光源の発生が抑制され50%ほどになる。日本人では基地だが GE2 と GE3 がなく GE4 はあるマイナス2マイナス34型はマラリア体制を持つのでパプアニューギニアでは50%もいる。1946年 イギリスのムーラントによって、溶血性疾患にかかった、新生児を産んだ母親2名から抗体が発見され、2年後の1948年に、ムーラントとは別に、デンマークの血液学者アンドレセンは新しい体2種類を発見し、後にムーラントの報告と同じものと分かったので、アンドレセンは2種類の抗体、抗原をルルと命名した。ルイス抗原の大きな特徴として、 出生時に完成されておらず、このため新時溶血疾患は招かない。成長するに従い型が変化することがあり、新生児はほぼ全員る、A、B マイナスだが、9割ほどは成長するに従いる、A、B マイナスやる、A、B に変化し6歳くらいまでに完成される。これの移行期である生後1年未満の幼児には、る、A、B が見られる場合もあるが、成人には極めて稀で白人では、 成人を238人調べて、ル・ A ・ B が例人だった例がある。これ以外にもルイス式は、AB 応募源同様に、血液以外の体液にも検出される場合、分泌型とされない場合、非分泌型に分かれる特徴を持ち、ル・ A ・ B マイナスは非分泌、ル・ A ・ B は分泌型になる。ル・ A は両方のパターンがあるほか、ル・ A ・ B マイナスの人のみ、 がんの診断に使われる消化器系主要マーカーの CEA19 から9を作る遺伝子が欠落する副作用があるのでがんがあってもマーカーが検出されないという変わった特徴を持つ血液型である。ルル抗体ともに自然抗体だが体温では反応しないものが多いため通常は輸血時に問題を生じないがたまに体温で反応する抗体を持つケースがありこちらは 不適合だと輸血副作用の原因となる。1950年、カットブッシュラによって、血友病で輸血を20年以上受けていた患者の体内から抗体が発見され、これに対応する抗体をダフィ抗原、後のファイ、A と呼んだ。翌年、輸血を受けたことのない女性の血清にこれと対処的反応をする抗体が見つかり、こちらをファイ、B とした。A と b の二つの抗原の有無によって、ファイ -ab, ファイ -ab-, ファイ -ab, ファイ -ab- の四つの血液型に分けられる。人種によって、出現頻度が大きく異なり、白人では59名中、ファイ -ab が28人、ファイ -ab- が11人、ファイ -ab が20人で、ファイ -ab- は0人であったが、 日本人では、ファイ・ AB19%、ファイ・ AB-80%、ファイ・ AB1%、ファイ・ AB-0% であった。これについて、ファイ・ AB- 型に関しては、アフリカのサブサハラの3日、熱マラリア流行地に遺伝的起源を持つ人に非常に多いのに対して、それ以外の地域に起源を持つ人にはほとんど、 存在しないことと、ファイ、A、B マイナス型は3日、熱マラリアに抵抗性を示すことで生存に有利だったためと考えられる。1951年レビン、ダイヤモンド、ニージェラによって、新生児赤が急症の子供を産んだキットという女性の、結成中から、これまでの血液型と違う、新抗体を発見し、彼女の子供の名前から因子を JK と命名され、 彼女の抗体を抗 JK 抗体とした。1953年には別の抗 JK 抗体も発見され、表現型は JKAB-JKAB JKAB JKAB- となるが、JKAB- はモンゴロイド系の人以外では確認されていない上、モンゴロイド内でも少数派で、日本人でも JKAB。 B-27.2% JKAB50.4% JKAB22.4% JKAB マイナスまれとなっている。デビンらによって1954年に発見。表現型は大半の人は DIAB マイナス DIABDIAB でこれ以外に少数派のら WRB などの抗原がある。 DI 抗原を持つ人は、モンゴロイド系の人以外では確認されていないが、モンゴロイド内でも少数派で、日本では DIAB-0.2%、DIAB9.0%、DIAB90.8% である。白血球の抗原をもとに発見された方は、白血球の抗原の分類によるもの、現在では血液に限らず、 組織の適合性に関わる情報として用いられるようになっているものである。人の遺伝子上で白血球の抗原に関わる部位は主要なものだけでも A、B、C、DP、DQ、DR の6箇所があり、それらの部位のタイプの組み合わせは数万通り以上あると言われており、結果として特に血縁関係でもない限り人間同士で HLA 型が完全に一致することは、 極めて稀である、主要組織的合遺伝子複合体も参照のこと。頻度が1%以下の低頻度抗原の血液型は適合血の確保が困難となるため、日本赤十字社において登録を呼びかけている。日本で登録が必要とされる日本人における稀な血液型の例。献血などに訪れた人が特殊な血液型であることが判明した場合、 赤十字社のコンピュータに情報が登録され、血液はマイナス80度以下の超低温で冷凍され、長期保存、現在の基準では10年される。特殊血液型の人が輸血などを必要とする状況になった場合には、この冷凍血液を解凍して使用するか、登録している同じ型の他の人への緊急献血協力を依頼、電話や速達便などで、または、 日本国外の赤十字社へストック要請をすることになる。逆に日本国外から要請があれば同様に冷凍パックを送る。RH- ともの会という登録グループが存在する。結晶の適合性に関しては赤結球の適合性チャートとは反対向きの関係があり、AB 型から ABO 型に与えることができ。 A 型 B 型から O 型に与えることができる。O 型はどこへも与えることができない。これらの性質を利用し、緊急時の危機的出血で血液型を確定できない場合には、交差適合試験抜きで O 型の濃厚接血球、AB 型の新鮮凍結結晶や濃厚結晶板を使う。しかし、輸血前には必ず患者検体を確保し、後追いで検査を進める。 また、輸血経過を記録し、使用済み製剤も回収して保存する。同意書は輸血後に確保してもいい。科学的には血液型と性格に関係があるとは、されておらず、現時点で知られている血液型性格分類はいずれも正しいとは認められていない。だが九百七十年代から二千年代前半にかけて多くのテレビや書籍が根拠なく分類を広めたため、 未だに血液型と性格の関連性を信じている人もいる。血液型性格分類が広まっているのは日本とその影響を受けた韓国、台湾といった一部地域だけである。そもそも B 型と AB 型が多い地域はアジア地域だけであり、欧米など世界の多くの地位では主に A 型と O 型だけで構成されており、それらの地域では性格と 血液型を関係づける習慣がなく、日本の血液型性格分類は奇妙に思われている。そもそも血液型への関心自体が薄く、自分の血液型を覚えていない人も多い、輸血が必要な時などは、その場で血液型検査が行われる。血液型によって人の性格を判断し、相手を不快や不安な状態にさせる言動は、ブラッドタイプハラスメント、 通称ブラハラと呼ばれ、近年になり、社会問題として取り上げられるようになった。採用試験の応募用紙に、血液型の記入欄があったため、改善する、要労働局から指導された企業もある。厚生労働省は、血液型は、職務能力や適性とは全く関係ないと、呼びかけている。血液型性格分類に科学的根拠がないと、 されるにもかかわらず当たっているように感じる理由として、以下の心理現象が挙げられている。血液型と病気の関連性については、古くから言われており、古畑種本によると、ツベルクリン検査が BCG を何度やっても陽性にならないという人が、知人により、彼は AB 様式の B 型で、後日結核菌は B 型抗原の一部、人間の B 抗原のうち B がなく、 BB のみ。を持つことが分かり、結核菌に BB の抗原があるならば、B 型の人は、もともとそれがあるので、それに対する抗体ができない。結核菌独自の X 抗原なら、B 型でも抗体ができるので、ツベルクリンの反応が悪いのだろうと考えた。2000年に、ネイチャーに掲載された創設では、胃腸管に関するいくつかの形質に弱い相関が、確認できるが、 血液型と疾患の相関については再現性よく示されたものはないというものであった。その後の研究では健康面、ストレス抵抗性や病気のリスクへ影響があるという報告は存在している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。